皆さんこんにちは、真鍋美代です。今回は今後のレースのお話と、あとメニューのプラン作りをお話できたらなと思います。ぜひご覧ください。はい、では、早速ですが、夏も終え、少しずつこう秋が近づいてくるような季節になっていますが、まだまだ今日はちょっと暑さが戻っているんですけれども、今年の夏、私は、まあ、前回、動画でもお伝えしたんですけれども、全然走れていなくて、その中で、まあ、今後のレースをもうすでに立てていたのもあるので、ちょっとそのあたりも踏まえて今日はお話をしていきたいなと思っています。でまず、私は、10月の9日に、新潟で開催される新潟シティマラソンに、10.6 キロのファンランを走ることにしました。もうこれはもう以前から、予定をしていたので、楽しみながら新潟の、街を走りたいなと、市内を走りたいなと思っています。で、まあ、なんで10キロかっていうと、やっぱりこう走り始めるときにまず、挑戦しやすいというか、走りやすい距離って、まあ、大体10キロのペースとか、あと、まあ、リレーマラソンとかいろいろありますけれども、まあ、短い距離から、挑戦するっていう方も多いかなと思うので、まあ、今回次回その新潟のシティマラソンで撮る動画が少しでもこう楽しいよって伝わるような、動画が撮れればなと思っているので、そちらも楽しみにしていただけたらなと思います。でその後にその翌週、その翌週10月の16日の日に、東京レガシーハーフマラソン2022に、こちらもエントリーをしてみました。こちらは、東京2020のパラリンピックのマラソンコースと途中コースが同じコースになっているので楽しみにしています。こちらが、国立競技場スタートゴールなので、結構気持ちの部分でも高まるんじゃないかなと期待しつつ、東京の、まあ、東京マラソンも私もしばらく走ってないんですけど、東京の街中を走るのってなかなか、そういう大会で走るのってなかなかないので、そのあたりも楽しみにしています。ハーフマラソンなので今の現状ちょっと心配だなっていう部分もありますけれども、こちらもちょっと楽しみながら、走れたらいいなと思っています。もし走る方いたら声かけていただけたら嬉しいなって思います。で、あとは、これがちょっと今私は悩んでいるんですけど、もう実際皆さんエントリーしている方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思います、いろんな大会に。で私もこの秋どの大会にエントリーしようかなってすっごい迷って、そして今も迷ってみたいなっていうのも、実際予定していた、富士山マラソン11月27日の日に富士山マラソンにエントリーをまずしたんですけど、この夏ちょっと本当走れなかったので、富士山マラソンの特徴っていうのが富士山を見ながら走ることができて、本当に紅葉が一番綺麗な時に走れるんですね。去年もすごい快晴だったみたいで、走られた方とかからもいろいろと情報を聞いたんですけども、河口湖のところが会場になっていて、もう本当にスタートしてから富士山を何度も見て、あとは紅葉を見ながら気持ち的にもすごく楽しかったけど、坂がすごいっていうことで、ハーフ過ぎの坂が本当にすごいみたいで、実際にちょっと私も動画でいろいろと見てみたんですけれども、ペースコントロールが難しい大会だなっていうのはちょっと印象的でした。なので実際に、エントリーしたのが夏前だったので、もう全然やる気満々で、いや坂のトレーニングをしてこの夏ちょっと頑張ってみようって思ってたんですけど、実際のところ現実ちょっとそういう、今状況じゃなくなって、ちょっと今、どうしようかなっていう、状況です。多分こういう方いるんじゃないかなと思います。体調があんまり良くなくてとか、怪我をしてしまってとか、もともと予定していた大会をちょっと、どうしようか今迷ってるっていう方もいると思うんですけど、私も今そういう現状で、
もう一つその翌週にある12月4日に湘南国際マラソン、こちらが、ほぼフラットなコースになるので、そちらも一応エントリーはしているので、まあ保険といいますか、ちょっと今ギリギリまで悩もうかなって思っています。なのでまああと今9月なんですけど、11、2ヶ月、3ヶ月あるので、ちょっとまあ練習によってはっていう感じで、どちらにしようかなっていうふうには考えています。じゃあこれからどうやってメニューを組んでいこうかな、プランを考えていこうかなってした時に、一応3ヶ月間の中で抑えていくポイントがあって、まずこの9月に関しては導入期ということで、しっかりと走る頻度を一定にさせる、走らなくて1週間経ちましたとかではなくて、走る頻度をちゃんとこう週3回なら週3回で、9月が導入期ということで、10月来月に入ったら鍛錬期といって、ちょっと質の高い練習を踏んでいく時期になります。なので、まあ、距離もしっかりと、増やしていく時期でもありますし、あとはペースを意識するっていうのもすごく大事な時期になるかなと思います。で、今の現状私自身、一番最初は完走目標だったんですけど、まあ、春先練習してきてハーフマラソン、安曇野のハーフマラソンを走った時に、あ、もしかしたらサブ4いけるかなって思って、ちょっとこう、まあ、目標としてサブ4っていう目標を掲げてたんですけど、まあ、現状、まあ、夏練習ができていなくて、今の状況を考えるとちょっとサブ4が難しくなってるんじゃないかなっていうのは今自分自身でもあるので、ちょっとそこは、現実をしっかりと向き合って、タイムを考えていきたいなと思います。なので、まあ、例えば今サブ4を目標にされている方とかであれば、まあ、この鍛錬期の時期に、5分40、5分半から5分40っていうサブ4のペースはすごく重要になってくるので、ちょっと意識したトレーニングをしていただけるといいんじゃないかなと思いますし、距離走もしっかり距離を踏む時も20キロから25キロっていう距離はしっかり踏めると一番いいんじゃないかなと思うので、また一番最初の導入期とは違って距離も少しだけ伸ばした状況にはなりますけれども、そのあたりも、目安にしていただくといいんじゃないかなと思います。で、11月に入ると今度はもう調整期に入ります。私は今富士山マラソンの調整期で考えると、時期で考えると、一応富士山マラソンが11月の27で考えると、だいたいその3週間前にピークを持って、まずはピークをしっかりと持っていきたいので、例えば、11月6日1週目あたりに、まあ、25キロから30キロをだいたいレースペースを余裕持って走るぐらい、まあ、最初はちょっと抑えめでもいいんですけど、ある程度レースペースに持っていけるぐらいのペースでしっかりと25キロから30キロ走っておけると、自信を持って大会当日迎えることができると思うので、そのあたりもある程度だいたい3週間前に長い距離を踏むっていうのを頭の隅っこに置いてトレーニングメニューを組んであげるといいんじゃないかなと思います。で、まあ、3週間切るともう、2週間前で、だいたい私の場合だと3週間前で、まあ、25キロから30キロ走ってみましょう。2週間前でそこからもう一気に距離を減らしても15キロを、2週間前で、1週間前の週末とかだと、10キロぐらいを、レースペースで走って、ちょっと最後もスッと上げるようなトレーニングをしていたので、まあ、よくねこうレースギリギリになって結構距離を焦って踏んでしまう方、距離を増やしてしまう方っているんですけど、あ、走ってないどうしようみたいな、ちょっとでも長く走ってなきゃって思う方もいるかもしれないですけど、特に初めての方は注意が必要で、なるべくこう3週間前ぐらいをピークにして、ちょっとずつ疲労を抜いてあげるっていう作業もすごく重要になってくるので、そのあたりは、調整期ちょっと意識しながらこちらもやっていただけたらなと思います。なので私自身は、富士山マラソンか、翌月の12月の湘南国際マラソン、まあ、どちらかにしてターゲットにして、タイムはどれぐらいなんだろう、でもサブ4はちょっと本当に無理かなって思ってしまっているので、もうここは嘘をつかずに
今できる限りのことをやりながら、私の一番の目標、モットーはやっぱり楽しみたいっていう、楽しんで走るってことが一番なので、そのあたり焦らずにしっかりとやれることをやりながら、進んでいきたいなと思っています。はい、今日は、秋以降のレースの目標だったり、あとは3ヶ月間のメニュープランについてお話をさせていただきました。目標を持つことってすごく大事だと思うので、その中で目標を持って、さらにそこに計画性を持って取り組んでいくと、また結果は出てくるかなと思いますので、私もコツコツ、頑張っていきたいなと思います。皆さんも秋のレースを控えている方、そして初マラソンとか、あと初レースに5キロでも10キロでも出られる方もいるかと思いますけれども、怪我なく楽しく走れるように心がけて練習を積んでいただけたらなと思います。またチャンネル登録といいねボタン、そしてコメントもお待ちしております。一緒に頑張りましょう。